フィニステル、ポワント・デ・コルソンの地は、ブレストの真西にあります。コルサン岬・岬ポワント・デ・コルソンは、フランス本土の最西端に位置し、ブルターニュ地方、フィニステールのプルアルゼルのコミューンにあるブレストの西に、ある岬最寄りの村は、ラスカムノックである。フランスの南東コルセン側の先端地点から最も、遠いフランスの場所、または、鳥がイタリアとの国境マントンから、 最短距離で飛ぶと 1078km に位置する。道路での道のりは 1481km。コルサン・岬は北緯48度24分52秒成形4度47分40秒、北斐48.41444度成形4.79444度、48.41444-4.79444 48. に位置している。先端にはトレジエの灯台があり、 海岸から 1km の内陸に位置。主には S 山鉄道の監視と、モンサン・ミッシェル・ワン、モンセインとミヒエルとパンマール間の会場での救助の調整を担当するコルソン・クロスが設置され、クロス海の監視サイトがその地点になる。この地点は編成作用に関連した後期のヘルシニア加工岩によって形成され、加工岩の大きなパネル型が見られるヘンマガ岩と交差する。 海峡と大西洋の会合を示すサイン、コルサンミサキ、ありがとうございます。